では次に参りましょうね。前にふと思ったんですが、星という字を分解すると火と生まれる生縦にこう2つにですね、はいはいはい、人生になりますよねということは先生大丈夫ですかということは太陽から生まれたものとズバリ表記していると考えてよろしいでしょうか。飛鳥説でいくと太陽系の惑星は大きいものは太陽から、小さいものは木星から誕生したとのことなので、漢字を作った人たちがそれを知っていて、あえて目につくところに何気なく置いていて実は深い意味があったのかなと思いまして、ぜひ先生のご意見をお聞かせください。星という漢字、なるほど、太陽から生まれるって言うんですからね、はあ、人生、なるほどですね。いや、ズバリ先生、それの保険が某日生命とか、ああ、いや、まあ漢字というのは漢民族にはできません、無理です、はい、あのヘブライでないと漢字はできません。だから漢字はものすごく多分に、うん、もうほとんど全てと言ってもいい、バイブルが入ってるからです、はい、それは中国人にはできません、うん、できるのはヤマト、これヤホウェの民の民族でないとできません。この問題、漢字っていうのは金文文字とか甲骨文字とかいっぱいあったものを秦の始皇帝の時代に編纂されて今の漢字の原型が作られました、はい、秦の始皇帝自身がもともと漢民族じゃないということはもう分かってた。だから司馬遷はそのことを中国最古の歴史書史記の中ではっきりと言ってる、うん、ロフィととか怪しい、うん、ロフィっていうのはヘブライ語です、はい、癒して、だから始皇帝はヘブライなんだよ、ヤマトなんだよ、はい、でヤマト民族でエイという生命を持ってたのね、難しい漢字で、うん、で政治とか衛生、これが本名です、はい、エイというのは日本のことです。そうですよ、あれ三節が日本になるんですよ、エイシオって日本のことです。だからこれは日本人なんだよ、だから漢字は日本人が作ったの。でそこから派遣されてきたのがジョフクね、まあ、ジョセフとも言うんだけど、まあ、ジョフクは同じ A の名前を持ってるんです。だから始皇帝とは同族です。だからこのジョフクの流れと紀元後3世紀か4世紀の頃の主人とか、あの、人務、いわゆる、うん、